アンドレアパラーディオ、アンドレアパラーディオ、アンドリアパラーディオ、1508年11月30日から1580年8月19日は、イタリアパドバ生まれの建築家。本名は、アンドレアディ、ピエトロデッタ・ゴンドーラ。1508年、パドバの粉やピエトロデッタ・ゴンドーラの子として生まれる。後に石膏となるべくバルトロミオカバファの工房に、 入ったが、やがてビチェンツァに移り、ジョバンニ・ディジャコモと、ローラもピットーニの工房に入った。その後、人文主義者、ジャンジョルジョ・トリシシノから建築家としての創用を見出され、古典主義思想とローマ時代の建築について、手ほどきを受け、同時に、数学、音楽、ラテン文学などについても訓導を受けていたとされる。何度かのローマ旅行などを経た後、 本格的に建築家として活動するにあたり、パラーディオという名前をトリッシノから与えられた。これはトリッシノ自作の女ジ,ジシの天使の名として考えられていた名前だと言われる。彼の活動に大きく影響を与えたのは1541年と1545年にトリッシノと共にローマを訪れた際である。パラーディオはウィトルウィウスの建築重賞家盾に、 ローマの古代建築を見て回ったが、これは古代ローマに関する知識に大きな影響を与えた。また同時に、ドナトブラマンテとラファエロ・サンティなどの当時のローマ流行の先端も知る。1546年、ローマから帰国した、彼はビチェンツァ市で、かねてから懸案となっていた、パラッツォデラ・ラジョーネ、通称バシリカ、市の役場健康街道、イタリア北部には多く見られる。 累計の改修案を市に提出し、この案は、ヤーコポ・サンソビーノや、ジュリオ・ロマーノなどのすでに名声を確立していた、建築家の案を退りけて当選した。この公共建築は、市のシンボルとなる巨大なものとなり、セルリアーナを連続させるというユニークな構成、またその連続のさせ方も、非常に凝った作りであり、よしみを博した。これを契機に、彼の名は北イタリア一帯に広まり、 以後仕事の依頼が増えることとなる。ビチェンツァでの最初の邸宅建築であるパラッツォ・ポルト、1549年頃、着工は、明らかに、ラファエロとブラマンテの影響を受けたものであるが、1550年に、寄港されたパラッツォ・キエリカーティは、ベネツィアの伝統に即しながらも、ローマ時代の邸宅のイメージを、パンラーディオ独自の手法で重ね合わせたユニークなものとなっている。 彼の別荘建築はシンメトリカルな平面で各部を調和ピレイによって決定することについて自身の著書にも述べているが実際にはそのようになっているものは少ない。またこの記述をもとにして各部を調和ピレイによって決定する手法の是非についてその後多くの会派を生むことになった。1554年紀構のビッダバルバロ、1556年のビッダバドエルなど 1566年に着工したビラアルメリコ・ラロ・ロトンダは建物の四面が同じファサードというユニークな形態でその後イギリスなどに多くのコピーを生んだパラーディオはベネツィアでも仕事を受けた1564年に修道院長アンドレア・パンプーロがベネディクト運ぶのために計画したサン・ジルジョ・マッチョーレ制度1578年にペスト集結の祈願として ジュデッカ島に建てられることが決定されたイルレデントーレ、聖堂の建設である。1556年、ビチェンツァの貴族と知識人は、文化活動の拠点として、アカデミアオリンピコを設立し、パラーディオは、1580年初旬に、高級的劇場として、テアトロオリンピコを設計したが、その年の夏に死去した。平面図を基本にして、 空間を設計した最初の建築家と考えられており、それまでの彫刻家や絵描きが建築を作る手法と本質的に異なる手法である点で、最初の専業建築家またはプロ建築家ともされる。活躍した時期は一般的には後期ルネサンスからマニエリスムの建築家と分類されている。古典建築の形態要素であるオーダーアーチを用いながらも、 その構成方法は年齢によって差がある。彼の手法で有名なのはセルリアーナ、またはパラディアーナと呼ばれるアーチと柱を組み合わせた開口部の表現であるが、これはパラーディオがローマ建築を研究する中でセルリアーナの原型を発見し影響を受けた結果と考えられている。ジャイアントオーダーの持ち方や普通の住宅にペディメントを取り付ける手法など一歩、 間違いればキーになりかねない大胆な手法を駆使した。パラーディオは職業建築家としては最初期の人物で他の芸術活動には携わらなかった。彼の建築はローマ時代の建築知識に基づくものであるが、これは考古学的知識と実際に移行の実物を多くた経験に基づくものである。また彼がローマ建築を調査し論考したローマ建築ルアンチチタ。 D.I. ローマは1554年に出版されており、これはネオクラシストたちに多大な影響を与えた。そして1570年刊行の建築四書は彼の建築理論の集大成であり、後のパラーディオ主義において常に引用される標準テキストとなった。彼の死後、一時期はその名が渦漏れた状況となったが、18世紀のイギリスにおいて、 イニゴ・ジョーンズやバーリントン伯爵クラによって、その建築と著作が再発見され、パラーディオ主義と呼ばれる建築運動を巻き起こした。これは、当時の支配階級の足並みという側面が強い。以後彼の建築はその多くが、保存修復され、21世紀の現在も、ビチェンツァを中心に多く存し、その姿を見ることができる。また、ベネト地方の別荘軍は、 世界遺産に登録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。